はい、皆さんどうもこんにちは。ですね、今日はなんと、レンタカーが、借りれたので、これ後ろを見てください。カマロのオープンカーがなんと借りれた、運よく借りれたんですけど、こちらの方を使って、オアフ島をちょっと一周してみたいなというふうに思います。まあ、有名ないろんなところを行きたいと思います。でレンタカーで行く人も あるんですけど、まあ、車をチャーターして、我々専用の車をチャーターしてバンに乗って、ガイドと日本語で島を好きなように一周するということもできるので、まあ、気軽に行けるんだったら他人に任せて運転してもらった方がいいし、自分で運転したければレンタカーで、島を一周するというのもね、ワイキキ以外に行くというのも、楽しみだと思いますので、ぜひよろしくお願いします。では行ってみたいと思います。どうも、トラベラーチャンネル。モアナルアガーデンの方に、来ましたけど、なんと今日は、日曜日なんですけど、お休みということになってますので、まあちょっとしか動画が撮れないですけども、お許しください。こんな感じですね。モアナルアガーデン、この木なんの木、気になる木のガーデンですね。いいですね。ここもハワイを象徴する場所じゃないかなというふうに思います。オアフ島一周するとこういったところに一応立ち寄ることになってるんですけどね。ちょっと残念ですけど、また次のところに向かいたいと思います。はい、ワイキキからですね、車でだいたい45分ぐらいかな、このワヒア湾にあるドールパイナップルプランテーションに、到着しました。9時半からオープンなので、ちょうどオープンしたばっかりなんですけど、オープン、と同時に続々、観光客の方が後ろを見ていただくと分かるように詰めかけております。駐車場もですね、もう、3分の2は埋まっている状態ですね。やっぱりレンタカーを借りたりとかして、こういったところまで足を伸ばす観光客の方が多いということですよね。まあ、ここはギネスブックに載った迷路もあるぐらいなので人気の場所なんですけどね。オアフ島の観光に行くと必ず立ち寄る定番のスポットで、僕もドライバーやった時によく立ち寄ったところです。はい、今ハレイワの、ちょうど町をちょっとだけ過ぎたところなんですけど、まあでもハレイワですね。ノースシュアの先ほど松本シェーバーアイスも通ってハレイワストアロットがあったところ、ここにアイランドヴィンテージカフェができてたりしてましたね。あとサーファンシーっていう昔からやってるアパレルのお店、サーファーがよく来るところですね。そういったところもありましたね。今ちょうどこのハレイワ、ビーチのハレイワビーチハウスというレストランに来てまして、コーヒー1杯8ドルぐらいするらしいんですけど、ノースショアではおすすめの海が見えるレストラン、アウトサイドにああいう風に出てるんですけど、ちょっとお見せしますね。ぜひノースショアに来たらこういうところのレストランで、
ランチを食べるのもいいし、海を見ながら、お茶でもするのも、おすすめだと僕は思います。いいですね、これね。で、これがあの手話ですね。はい、こんにちは。タートルベイに今来てます。タートルベイリゾートですね。これタートルベイのリゾートなんですけど、結構長くまで行くときがたくさんありまして、タートルベイリゾートですね、感じですね。ここもあの離島のリゾートのように滞在していただければ全然面白いと思いますので、こういったあの最近ちょっと改装しましたし、タートルベイ の, あのちょうどビーチリゾートの上にあるミラーがなので、まあ、そういったところに泊まって、この手話を見ていただければいいんじゃないかなというふうに思いますね。これがタートルベイリゾートです。日曜日なのでね、この島の反対側の、ステートパーク、アウプアオカハナステートパークというところに来てますけど、これね、湾曲したビーチなかなかいいんですね。でこれ、キャンプなんかもね、しに来てる人たちがいまして、バーベキューとか、ちょっとしたあのシークレット的なビーチにもなってるので、ドライブの途中に立ち寄って写真とか撮るのもおすすめだと思います。なかなか綺麗なビーチでもありますけどね、なんかあの、無人島に来たような雰囲気を思い起こさせるような、ビーチです。僕もたまにあのこうやって時間が取れると、この辺まで来て波の音を聞いたりとかあのすると気持ちがいいです。あ、カヤックやってますね、向こうのトークで。